Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula みゆきと村さんの月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦みゆきです。村沢でございます。今週もやってまいりました月曜日。はいはい、はいでございます。3月最終週ですかね。そうですね、はい、間もなく4月。そうですね、はい、私間もなくですね、はい、あ53歳になります。そうだ、それ年齢はぶっちゃけちゃっていい感じなの？全然いいよ。あ、そう。今更だってさ、50歳になったらおかしなことになる。まあそりゃそうだよね、うん、16歳から、うん、出てんのにね。そうだね、うん、そうかそうかそうか。来月の4月の5日でしたか。5日ですね。ですね。4号の株ですね。あ、どうですか、でもその年を迎えるにあたって。え、全然変わらないね、50。そうなんだよね、2から3じゃ。そう、自分もね、うん、もうなんかここ10年ぐらいね、うん、別に毎年誕生日とか来ても、うん、何にも変わらない。変わらないよね、うん、なんかただね、ちょっとだけ、うん、去年ぐらいからちょっと思ったのは、うん、あのね、おしっこのキレがちょっとだけ悪くなったまたなんかのっけからそんな汚い話で恐縮なんだけど。いやいや、でもね、うん、男性とさ、うん、女性の大きな違いっていうのは、うん、女性っていうのは一応ほら、その用を足し終わった後に、うん、一応なんかウォシュレットで洗って、うんうん、で、まあ、ティッシュで拭いたりとかっていうのが、まあ、処理の方法じゃないですか、うん、男性はブンブン振るだけじゃない、うん、言ったら、うんうん、で結構ここ10年ね、うん、もう何がちぎれんじゃないかっていうぐらいブンブン振るわけですよ。キレが悪いから終わってから。そう、ブラ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 。拭けばいいじゃん。じゃあ拭けばいいじゃないって言ってもさ、うん、その何、じゃあ個室の方に行ってカラカラカラってトイレットペーパー持ってきて、うん、でこう用を足して、うん、こうパパって拭いて、あ、ちょっと待って、その前に座ってしないか、立ってする方だ。そう、あの ね、そう、そうそう、座ってなんかする、なんかそれも議論があってね、うんうん、なんかこう例えば家庭の主婦とかからすると、うん、座ってしてもらった方が散らなくていいとかって話あるでしょ、うんうんうん、でもやっぱ座っておしっこするようになったら、うん、俺はいよいよ男は終わりじゃねえかと思うんだよね。そうかの、うん、だって動物だってそうでしょ。何、オスは足ビョーンと上げてシャーってするじゃないですか。うち食う赤ちゃんの時に足上げないでって教えたから、うん、足上げないでこうやって座りしますよ、うん、あら出来がいい子で。お家の中で足上げるとさ、壁とかにかかるじゃん。はあ、はあ、どっか角っこにするから、例えば柱とか。あ、だから部屋の中でさせるようにしゃがんでできるようにさしてる、うん、足は上げないでって。だから、うん、あの飛び散らないですよ、うん、しかも手を入れろって、シートの上に入れろって言ってるから、うん、そうすると必然的に真ん中に行くわけですよ、うん、おしっこが。あー、そうかい、うん、だから手で乗っけてって必ず言って、 うっかりちょっと手出てると出てって言うと、うん、急いで一回 U ターンしてもう一回手を乗っけて、うん、ここならいいみたいな。えらいんだね。やりますよ、やつはなかなか。あ、そう、うん、もはやもうなんか人間と変わらないぐらいコミュニケーション取れる感じだね、うん、取れる取れる。へー、めちゃめちゃそういう意味ではね、うん、やっぱりいい相棒ですよ。いい子だね。いい子だね。そうですか。で、まるちゃんのトイレ事情はどうなの？俺のトイレ事情はだから相変わらずだから、そのブン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 振るんだけど、うん、結局振っても最後まで切り切れないみたいなところがちょっとあって、だからなんかテレビで見ててね、なんか尿漏れがどうのこうのとかって言って、うんうん、男の人用のさ、うん、尿漏れシートとかが今売り出してんのさ。パンツじゃなくて。パンツじゃなくて、オイラの事務所の先輩が CM 出てたんだけど、うん、あのなんかパンツのとこにナプキンみたいなやつをペトって貼って、これでほらそのズボンとかさ、なんか例えばスラックスのちょっとなんかこう、うん、シミたら困るよね。そうそう、シミとかが出ちゃうと、あいつなんか尿漏れしちゃってみたいになるじゃない、うん、そうだ。だからそれを防止するためにそのナプキンみたいなやつで、それをなんかこう見えなくするようなものが最近売り出してるらしいね。どうやら、うん、でもいいと思う。いやだけどさ、うん、どうそれ、なんか、まあ、尿漏れパッド置いてる彼氏って、うん、彼氏にはちょっと嫌でしょ、うん、嫌だよね、うん、嫌だね。父親には便利って今思ったけど、そうだ、それぐらいの年齢になったらそうだ、ね、いいけど、だからできるだけやっぱりおいらはまだそのなんかブルブル振って、うん、なんとかしたいと思って頑張って振ってるんだけど、うん、で振っ
ってるとさ、もう一つなんか問題があって、うん、男の人がさ、またトイレの話ばっかりで恐縮なんだけど、うんうん、意外とこう女性はさ、うん、トイレ入っても、うん、ちゃんとこう出てくるときに手を洗って、うん、でハンカチで手拭いて出てくるのが普通じゃない、うんうんうん、だけどあれ男の人って、うん、意外と、うん、ショーの方をしたら、うん、手洗わないで出てくる人が意外と多いの知ってた？知らないよ、トイレ行かないの。あのね、男性の僕が見てる感じだと、うん、60%、半分以上が手洗わないで出てきてる、うん、そう、そう、男ってやつはね、ほらだって触ってんだから洗えよ。そうなんだよ、だからそこなんだよ。女子は別にさ、ね、触ってないじゃない。うん、触ってない。男はさ、うん、なんなら握ってるからね。そういうことだよね。もうだけど手洗わないで、ぜひ洗った方がいいよね。そうで、おいらも手はすごい洗うんだけど、うん、ただ申し訳ないのは、洗うって言っても石鹸つけて洗ってるわけじゃないから、うん、きっとすごいまだバイ菌が残ってんだなっていうふうに、うん、目に見えないね。そうだから、このスタジオも注意して、うん、いやいや、そんな話かよ。いや、洗ってこいよって話だよ。そう、いや、ちゃんとアルコールで消毒、アルコールで消毒するようにはしましたけどもね、うん、はい、だからそんなことで今ちょっとブンブンね。いや、洗った方がいいね、男性陣ね。男性陣本当に洗わない人が、これ意外と女性はね、分かってないから、男性の手っていうのは、うん、意外とこう、なんかトイレから出てきた時に聞いた方がいいかもしれない。例えば男性とどっか、まあ、お茶飲み行ったりご飯食べ行ったりとかして、うん、トイレから出てきた時に、うん、手洗ってるちゃんとって、そう聞いた方がいいと思うよ。だってうちのお袋は毎日聞くもの。マジで手洗ったっつって、洗いましたみたいな。またなんかそんな話で恐縮なんですけど。優しいね、お母さん、とことん。もうそうなんだよ、だから、もうほら、もう結婚できないよ俺。そういう人が好きでしょ。だってあのね、そういう人が好きじゃないんだけど、そういう人が多いね俺の周りには、面倒見がいい人は。あ、なんか例えばそうじゃん、みゆき嬢もそうでしょ。どっちかっていうと、うん、面倒見がいい人じゃないか。そう、いや、そうですよね。そうだって、おばあちゃんのスーパーの買い物の袋に入れてあげたりとかさ、なんかそういろいろしてあげちゃう人じゃない。そう、まあそれはそうですけど。そうで、あのディレクターの、カールさんも、うん、あの放送を見ててすげえ面倒見のいい人だなって、やっぱりお袋みたいな人なんだなってすごい思ったワンシーンがあって、うん、多分ね、第1回目の放送をこうやって喋ってる時に、うん、おいらのマイクがちょっと遠くて、うん、音がちょっと拾えてなかったんだよね、うんうん、あったね、うん、で、なんか通常のなんか業務で関わってるディレクターさんだったら、うん、耳元で、うん、村沢さんちょっとマイクもうちょっと近づけてくださいって言えば済むのに、うん、横から手出してスッて俺の前に、そうだね、マイクが寄ってきたでしょ。あったでしょ、うん、あったあった。あ、やっぱり俺はなんかお袋みたいな人に守られてんだなと思って改めて思ったっていう。あそこで専務が大笑いしてるけど、専務は俺とね、ずいぶん長年もなんかこういうネットのラジオだとか、はい、いろんな番組とかを一緒にやってくれてるんで、うんうん、もう歴代のいろんな人を見てくれてるわけですよ、うん、で、あ、やっぱり村沢さんの周りっていうのはそういうね、うん、どうしてもなんかこう手を出してくれる人が多くいるんだなって、まあ、ご本人もそうなんですけどね、はい、いろいろ手助けしてくれてる人なんで、うんうんうん、そういう人に守られて、うん、なんかこうどうにかこうにか生きてるという感じです。いや、類友じゃないですか。あら、まあなんかちょっとおかまっぽい口調になっちゃった。すみません、なんか類友、いや類友じゃないですか。類友ってのは何ですか、その新しいブランド品のバッグですか。類友みたいな感じですか。類は友を呼ぶです。お、なるほど、うん、まるちゃんがそういう人だから、周りにいてくれる人たちも、うん、そういう人が寄ってきて多くいらっしゃるんじゃないですか。なんかそう聞くとちょっとなんか自信出ちゃうな。うん、いや、そういうのあるじゃない。おだから人って自分の鏡だったりする部分もあるから。それはでも大いにあるよね、うん、ある。なんかこうイライラとかしてるとね、うん、なんかこう人もちょっとそういう顔でね、そう来たりとかするよね、うんうん、だからそれで我に返って、うん、あ、そうか、なんか最近こんなことばっか起きるのは自分がこうだからだなって反省して、ちょっと、考え方とか態度を変えることによって、うん、周りの状況も変わったりとか。そうだね、うん、あるから。それじゃない、まるちゃんの自分の考え方一つでいろんなものの見え方って変わってくるからね、うん、そうだね。でもやっぱりこの年になってね、うん、なんだかわかんないけどやっぱりイライラすることとかもね、うん、あるわけですよ、うん、ありますよね日々、うん、だからそういう時にはこの間もね、うん、自動車の運転の話でちょっとしたけど、うん、とにかく口角を上げて
お前ふざけんなよっていうだからさね、とにかくその顔つきがさ、うん、口角上がってるでしょ、意外と俺インチキな不動産屋さんみたいなインチキ不動産屋さんとか高値物件売りつけ屋さんみたいなさ、うん、笑顔で寄ってくる、うん、これ不動産屋さんが悪いんじゃないんですよ、まるちゃんがやるとってことですよ、うん、そう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 、インチキ系のね、そうそう、あとインチキ占い師とかでしょ、そうそう、うん、再現ドラマとか、うん、私何回かまるちゃんのたまたま見せていただいたこととかあるんですけど、すごい出てたからね、いやいや、うん、そういう時大体悪いやつじゃん、まるちゃん、インチキのやつ多いよね、多いよね、多い、そういう雰囲気でだから口角上げてはいいが、うん、そう見えがちだよね、そう、うん、それでね、うん、口角を今上げようと思って、うん、去年の5月からなんだけど、うん、とにかく結構鏡を風呂なんか上がった時鏡を見る機会があるじゃない、うんうんうん、そうするとあなんかほうれい線とか口角がなんか最近下がってきたなって思い始めたのが50の声聞こえてぐらいから、ちょっとなんとなく顔がなんか顔つきが口角下がってきたなっていう時期があって、うん、去年の5月から、うん、パオって知ってる、うんうん、口にこうやってブルブルするやつ、どうあれ、あれね、なんかなんとなく効果が出てる気がしない、だって長いさ、そうボヨンボヨンってなるやつでしょ、ブルブルするやつ、こういうやつ、あれを今ね、うん、5分、1日5分、どこで売ってんのあれ、あれ通販でも買えるし、へえ、おいくら万円ぐらい、ね、安いとこで探したら多分1万円でお釣りくるぐらい、8000円とか、あでもぼちぼちするんだね、するする、定価で買うとね1万3000円とかする、多分なんか特許っていうか、うん、そういうのがあるんだと思う、登録商標的なものが、うん、ただなんかそのパオじゃなくてなんかプーみたいな、なんかちょっと類似品的ななんかちょっとメーカーよく分かんないけどあんな感じみたいなあるじゃん、プルプルして、うん、あるね、そういうやつは急に安くなるんだよね、あそう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 、でもやっぱパオが一番なのかな、パオがなんかいい感じがする、なんとなく自分も、うん、そのほらみゆき嬢とよくその写真なんかね、うんうん、撮ってもらう時なんかも、うん、じゃあ撮るよって言うとこうなんか笑顔で、ね、はい行きますみたいな、ものすごい頑張ってこう口角上げようとするじゃないこう、うんうんうん、その時に、うん、なんとなくこう瞬間的に口角が、うん、んってこう上がるようにはなったような気がするから、多分この辺の筋肉がいい感じでほぐれてんのか、ちょっとなんか鍛えられてるのかっていう気はするよ、うんうんうん、あそう、私も買ってみようかな、じゃあもしやられるんでしたら、来月お誕生日ですよね、うん、僕じゃあプレゼントしますよ、マジで、はい、パオプレゼント、嘘、嬉しい、はい、じゃあそれをぜひ嬉しいです、じゃあちょっとそれ結果をね皆さんにまたご報告したいと思うんですけど、そうですね、口角がぐっと上がりますからね、ぜひ、はい、ともね覚悟しておいてください、はい、はい、あのね、はい、本当はここでちょっと次のコーナーに行くんですけど、いいいいいい、実はここで一つ、うん、はい、まるちゃんにお願いがありまして、ね、お願いですか、はい、何でもいいですよ、ですね、はい、この間ファンの方が、はい、私の、はい、ブログにねコメントをくださって、はいはい、小爆のパンフレットか本家を、本家を改めて、はい、このラジオを聞いて、はい、まるちゃんと私と一緒にラジオをやらせていただいているということで、うん、見てくださったんです、はいはいはい、そしたらそこになんとまるちゃんの特技が、うん、モノマネって書いてあったんだって、うん、で、そうなんだと思って、私知らなかったんです、うん、それ、うん、でその方のお願いでね、うん、ぜひね村沢さんにね、うん、モノマネを披露してもらってくださいっていうコメントが入ってたんで、うん、今日はぜひともちょっとやっていただきたいなと思うんですけど、モノマネってね、うん、有名人のモノマネじゃないんですけど、うん、この現場で、うん、YouTube のカメラを担当してくれてる、はい、専務、専務ね、のモノマネっていうのがあって、うんうんうん、俺がなんか面白いことを言った時にする顔っていうのがありまして、うん、じゃあ俺が何か言いました、例えばじゃあおふくろがなんとかかんとかですって言うと、うん、ちょっとこれ聞いてる人全然わかんないけど、わかんないね、 YouTube でご覧くださいそうそう、肩が異常にこう揺れてるっていうのが、そうなんだ、これねよく本当だそうそう、肩が超揺れるっていうのが専務のねモノマネっていうの昔からやってますね、これ。あそう、だから専務の肩が揺れてるときは僕は安心して喋ってますよ。あ、いけてんだなって、いけてる、喋ってるんだなっていう感じ、うんうん、ちょっと一個ぐらいリスナーさんに分かる感じ、分かる感じが欲しいかな。じゃあ昔からやってる大橋巨泉のモノマネっていうのがありまして、うん、はい、これなんかもうベタですいませんけども、うん、大橋巨泉いきます、うん、ほんとたけしは何言ってんだわっつって、倍率どんなさこれ分かるのかなこれよく昔からやってるんだけど、でも似てるよね、なんとなく似てる。あ、ほんと、うん、分かりました。私クイズダービー出していただいてるので、あ、
そっかそっかそっか、こんな感じだったよね。はい、そうです。よかった。よかったです。喜んでいただけましたでしょうか。また新たなのができたら。わかりました。ぜひ披露してください。勉強しておきます。はい、お願いします。はい。ムラサーも見た。ちゅうことで。というわけですね。はい、ムラさんも見たということで、そうですね、隔週でね、うん、杉浦見たとムラさんも見たを、うん、隔週でお届けしていこうかと、はい、いうことで、でもランダムに行くときもあるんでね、そうですね、はい、今月は隔週で行ってみたいと思います。覚悟しておいてください、はい、ということで、私が、最近見たことでありますが、うん、自分もその電車で移動はして、基本的にはしてるんですけど、はい、電車の中の、うん、お年寄りが横に立った時の、うん、その対処法みたいなことを、はい、ずっとやっぱりなんか昔から自分の中ではテーマで一つあって、うん、要はそれこそほら、前回の放送でみゆき嬢が言ってくれた、はい、そのスーパーの中でじゃあやりましょうかって言った時、うん、いやちょっとほっといてって言われたという人も、うん、それあれね、チャージね、駅のチャージ、あ、そう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 、ごめんごめん、駅のチャージを、うん、手伝いましょうかって言った時に、うんうん、いやいいですって拒否られたと、うんうん、で電車の中に乗っててもお年寄りの方に席をこう譲ろうとしても、うん、まあ、拒否られるっていうのは極端な例だけども、うん、なんかこう どうぞお座りになってくださいって言っても、うん、いやいいですとか、うん、例えばなんかいやもう駅が近いんですとか、うんうんうん、なんかこう遠慮される方とかいて、うん、いらっしゃいますね、そのなんかどういう空気でやった方がいいのかなっていうことが、うん、ちょっとなんかこう分かりかねていて、めんどくさいからなんかじゃあもう椅子に座んなきゃいいなと思ってた時期があったんよ、うん、若い頃は、うん、だけど座んないとちょっと結構、例えばじゃあ渋谷から日暮里あたり距離あるなとかさ、うん、そうだね、なんかちょっと長い20分ぐらい乗らなきゃいけないとちょっと座りたいとか、うん、そうだね、ちょっと打とうとしたいなんて時もあるじゃない、あるね、そんな時にお年寄りが乗ってきた時にこうシルバーシートだったら分かりやすいんだよね、うん、自分がパッパッて立って、ね、あ、もういなくなればいいだけで、うんうんうん、だからそれをどうするかっていうことをずっと考えていて、うんうん、ちなみにみゆき嬢はどういう感じですかね、そういう局面に。まあ譲るだろうな、うん、きっとそうだね、うん、立ちますね、そうだよね、うん、でなんか立ってね、スッといなくなっちゃうのもいいんだけど、うん、ただ第三者的にそれをやってる人を目の前で見た時に、うん、なんかあんまり感じよくないなと思ったわけ。あ、その目の前にお年寄りがいる、自分が座ってる、黙ってスッと立っていなくなる、うん、でそのお年寄りが立ってる、お年寄りが恐縮するみたいな、うん、例えばお礼を言いたくても言えないし、うん、なんかこうちょっと罰悪い感じになっちゃう雰囲気が嫌じゃない、うんうんうん、私はどうぞって言うよ。あ、そうでしょ。だからそれがまあ普通だと思うんだけど、うん、例えばどうぞって言われて、うん、で一番なんか空気的にややこしいのが、うん、立ち上がってどうぞって言った時に、うん、いやいやいや自分はって言って、うん、ここの席を譲り合ってしまう感じ、うん、あるじゃん。あるね。でそのじゃあお年寄りが座ってくれなかった時に、うん、自分が座った時の間抜けさ、わ、うん、かる。なんかある席1個空いてんだからもったいねえから、あ、うんうん、あそうですか、あじゃあいいですねって座っちゃう感じ。すごいすごい間抜けじゃん。そうだね、うん、だからって言ってそそくさといなくなるのもなんかなんだし、うんうん、非常にちょっとそこはずっと俺の中でちょっとなんかテーマであったわけよ、うんうん、でこの間初めて横に立って、うん、てた、うん、角に俺が座ってて、はい、でその角にお年寄りがドアの方を向いて、うん、で、立たれたわけ、はい、で俺がこう肩をちょっと軽く叩いて、うん、お座りになられませんかって聞いたのかな、うん、お座りになっていただけませんかって聞いたんだ俺が、うんうん、だから座ってくださいみたいな感じで聞いたの。そしたら、あ、いえいえ自分は次でおりますんで、うん、結構です、うん、だから向こうの意思を確認した方がいいんだなっていうことが、うん、その時初めて分かって。難しいとこだね。そう、結局その座ってほしいとか、うん、お年寄りだから座らせなきゃっていうのはやっぱりなんか
よく考えたらこっち側のエゴだなと思って、あその年寄り座らせなきゃとか、なんでもまあ助かる方もいっぱいいらっしゃると思いますけどね。そうだからそこを相手の意思をこう、うん、なんていうの、遠慮させないで確認する、うん、なんかこう言葉っていうのが、あの、うん、お座りになっていただけませんかみたいな感じがいいかなってちょっと思って言ってみたら、向こうもなんか自然と、うん、ありがとうございます、あの次におりますんで、うんうんうん、みたいな感じが成立したんで、うん、でそれも立たずに言ったからね、俺座っていただけませんかって、そう座ったこう見上げて、そう、うん、お座りになっていただけませんかって、うんうんうん、こうちょっと中腰ぐらいで、うんうん、でそうすると向こうがいや座らないですって言った時に、うん、もうじゃあ俺座ってよってなるじゃない、うんうんうん、これが立っちゃうとちょっとややこしいよ、まあ、席一つでそんなにねいろいろ考えることはないんだけど、わかります。でもそれ、うん、私前に、うん、どうぞって言って、うん、おばあちゃんに、うん、どうぞって言ったら、うん、え、なんかいいわよみたいな、遠慮する人いるでしょ、うん、いいです大丈夫ですって言ってたら、うん、そしたら、うん、その横に立ってた人が座ったの。だからそれがもう腹が立つよね。それでその瞬間に、うん、違う違うって言ったの、うん、あ、その人に違う違うって言ったら、あんたじゃないよって言ってあげたんだ、うん、言った違う違うって言ったらすっごい不機嫌な顔で、うん、まあ、向こうの方行っちゃいましたけど、あ、そうなんだ。いやだって違うでしょそれ、うん、違うね。おばあちゃん遠慮してるだけだから、うん、お前じゃないだろうっていう話だから、だから難しいなって私も思う。そうでしょ、うん、譲る感じね、うん、でやっぱ中にお年の中にはその譲られて嬉しい人とそうでもない人と、そうなんだよね、割とうっとうしいと思う人も中にはいるだろうし、うん、年寄り扱いしないでよっていう人もいるしね。そうだけどすごい座りたい人でもキョロキョロしてる人もいるじゃん。なんかもうなんかちょっとでも隙間あったら座ってやろうみたいな、いるいるいる。もう一つ難しいのはさ、うん、そのお年寄りでも、うん、いかにも例えば杖をついて、うん、髪の毛真っ白で、うん、ちょっとこうお年寄りですみたいな感じだと、うんうんうん、声もかけやすいんだけど、そうだね、目の前に立ってどう見ても、うん、ちょっと年齢的には70も超えてらっしゃるし、うん、結構お年を召してるんだけれども、うん、すごい背中ピッて伸びて、うん、ナイキのなんかシューズ履いて、うん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 、なんかこう若い感じのジーパンとか履いて、うん、立ってらっしゃる人もいるじゃない、ね、いる。あ、困っちゃう。そうね、そう言っていいもんかね、声かけていいもんか、うん、いけないものかっていうのがすごい微妙なとこですね。そうなんだよね。うーん、それでもなんかいい方法ってないですかね。いい方法ね、いい言葉がないかな。そう、いい言葉、うん、うーん、座りたい人はこの指止まれみたいな。止まんないよね。そうだよね、なかなかね。なかなか。でも何かないかね。満員電車とかだと特になんかその声をかけられたこととか、うん、そこでなんか知らない人と会話することが恥ずかしいじゃないけど、うん、ちょっとほら電車の中ってさ、携帯電話もそうだけど、うんうん、こうみんな黙ってスマホいじったりとか本読んだりとか新聞読んだりしてるから、ねうんうんうん、言葉が聞こえてくると、うん、ちょっとなんかこうみんながうんって見る瞬間があるじゃないか。あるね。だからそうなるとちょっと恥ずかしいとか思ってしまうのかもしれないよね。そうだね、難しいな。私はあの昨日かな、ベビーカーを持って、うんうんうん、3歳ぐらい、2、3歳かな、うんうんうん、ぐらいの子を連れてる女性がいて、うん、ベビーカー持ってる方って普通の席に座ると邪魔になっちゃうから、うんうん、そうだね、子供座らせてもお母さん立ってる人とか、うんうんうん、多いわけですよ、うんうんうん、だから私角にだいたい座ってるので、うん、どうぞって言って、うん、私が動けばいいだけのことなんで、うん、どうぞって言ったらありがとうございます。そうするとベビーカーがそこの入り口のところに置けるから、うん、押さえとけば、うん、みんなの邪魔にもならないし、はいはいはい、お母さんも気兼ねなく、ね、子供と2席取って座れるからっていうのもあるから、うん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 、そういう方の方が逆に話しかけやすいですけどね。譲りやすいってことね。そうあ、それはそうかもね。うん、年寄りの人っていうのはちょっと難しいよね、その辺が。難しいな。角に座るって言えばさ、うん、おいらも最近、あの前は本当によく角に座ってたんだけど、うん、最近なんか角にあんまり座んないのよ。なんで？おいらが角に座ると、うん、必ずこっち側に寄っかかってギューってそんなんて分かる？いる。ギューって食い込んでくんだよ。そんな反るなよっていうやつ。そう。ここね、いる、うんうん、でいるいる、その反ってるだけだったら、うん、ちょっとなんかこうあまり来すぎたら、うん、頭でゴンとかやるんだけど、うん、俺はなんかこう電車の揺られに乗じて、髪の長い女性が、うん、風にふわーってきて、うん、新種のズラみたいになっちゃう、ね、シャーみたいな、このなんていうの、あの鼻にその毛が直撃してますみたいな状況、あるよね、全然あります。
あるびっくりするわあれ。満員電車とかでも、まあ、この説満員電車もなかなか乗らないですけど、満員電車とかでもこう頭振ったりして腰ぐらいまでの長さの人だと、なんかやっててこうスマホの上に持ってるとこれ毛バサーみたいな来るあるじゃん。いるでしょ、うんうん、あれちょっと自分髪の毛がちょっとなんかその周りの人に邪魔になってますみたいなことをちょっと意識してほしいなって思うよ。本当にあとリュック背負ってる方、リュックは邪魔だよね、うんうん、あのギュッてこの間言った話じゃないですけど、こう席の幅のね自分の幅の感覚じゃないけど、はいはい、リュックって多分自分の中に入ってないじゃん、自分の幅の一部に視界にないからね、ないから、うんうん、だから、うん、それでもうなんかちょっと後ろ目に立ってる人とかいたりすると、うん、混んでる電車とかだと、うん、なかなかそれが邪魔だったりとかの、そうだね、だから常識のある人っていうか慣れてる人は前に、うん、あのリュックをね、うん、置いて入ってくる人、まあ、一応でも電車 JR とかのメトロさんなんかはそれを推奨はしてるよね、うん、してる、満員電車は中に乗るときはって言って、うん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 、でまあ、うん、そういう意味では物騒でもないし前の方がそうだよね、うん、後ろだとね、うん、危なかったりもするので、そうだよね、うんうん、だからああいう公共の乗り物っていうのはねやっぱりなんかこう人に気を使わなきゃいけないなって思うし、うん、ちょっとなんかその常識の範疇でね、そうですね、そうだけどお年寄りにやっぱり声をかけるっていうのはこれからもちょっとなんか永遠のテーマだなって思ったりするんで、そうね、もし何かこれお聞きの人で、うん、自分はこんな声かけてますよと、うん、非常に何かいいちょっとねお声掛けがあれば、うん、はい、ぜひ一歩教えていただきたいなと、そうですね、思ったりする今日この頃でございます。以上村沢も見たでした。はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、エンディングの時間でございます。そうですね、月曜から乾杯ということで、はい、はい、お聞きいただきましたけれども、うん、3月28日ということで、うん、もう卒業の季節も終わって、そうですね、入学の季節になってくるんですね。うん、来月まあ、みゆき師匠の誕生日の話もしましたけれども、4月はもう入学、それから入社、そうね、新生活ですね、新入社員のね、うん、あれが生活が新しく始まりますけれども、そうですね、どうですか4月って。でもなんかやっぱり自分の誕生日もそうだけど、うん、なんかこう新しいことが始まるっていうことで、うん、なんかワクワクしたりだとか、そうですね、うん、あの冬眠したくなるぐらいの寒さから脱出して、うんうん、気持ち的にすごく明るく、そして体も動きやすくなる時期なので、うん、またまあコロナの状況も見ながら、うん、楽しい毎日を過ごしていきたいなと思いますね。そうだよね、そうだから仕事の部分でもね、うん、なんかこうもっといろんな新展開があれば楽しいなと思って日々生きてますけれども、そうですね、なんか、うん、この番組もなんかもっといろんなあの方向で転がっていけばっていう風に、そうね、ね、本当に何かこうもっと高いステージというか、うん、ところからね喋、うん、っていければなんかこうたくさんの人に聞いてもらえるかななんていうことも思ったりしてますよ。そうですよね、うん、でもあのおかげさまで YouTube の方もね、そうそう、皆さんに見ていただいているので、うん、あの YouTube のことで一つ言うと、はいはい、これ私の経験談なんですけど、うん、初めにこのみゆきと村さんのチャンネル登録しようと思ったら、うん、例えばブログとか Facebook とかから飛んでいくと、うん、チャンネル登録ができないんですよ。あ、そうなの？ログインしてくださいってわけのわからない文章が出てくるんですよ、うん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 、だからこれ豆知識としまして、うん、YouTube に入って、うん、この番組のタイトルを入れてください。 YouTube に入ってこの番組のタイトルを入れる、はい、はい、そうするとこの番組が出てきますので、うん、そこからだとチャンネル登録していた、ポチッとボタンを押すと、うん、チャンネル登録ができます。おお、なるほど、はい、うん、あの私友達のこれでやってって言われて、うん、飛んだのに、うん、私のブログから飛んだのにできないから私も諦めたんですけど、おでもそのどうしたらできるかっていうのがこの間教えてもらって分かったので、うん、あ、本当、はい、YouTube チャンネルまだ登録してない方は、うん、ぜひともYouTube に番組タイトル入れて、はい、そこからポチッてしていただけると、うん、チャンネル登録できるんでね。そうですよね、はい、ぜひぜひ。とりあえずはまあ目指せ1000人登録、はい、1000人登録をまず目指して、うん、
そこからまた新たな展開があるんではないかということで、専務もね、うん、今孤軍奮闘頑張ってくれてますよ。そうですね、肩揺らしながら、肩揺らしね、そこ大事なとこ、ゲラゲラやりながら、うん、はい、専務が楽しくないと YouTube が楽しくなくなっちゃいますから、ね、そうですよね。はい、はい、まあ我々も番組の方もね、はい、まあ、手探りではありますけれども、うん、徐々に徐々にこう盛り上がってまいりましたので、はい、また皆さんと一緒に笑っていければと、うん、そんな風に思っております。はい、はい、ってなわけで今夜も、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。お相手は私村沢と杉浦美幸でした。それでは今日もお疲れちゃん。おもろ、今違うとこ行こうとしたよね。そうやばかった。やばいよね。ありがとう。今目でめっちゃ止めたの。今すげえ止められた。